菅は、韓国出身の男性ラッパー、作詞家、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー。韓国の男性アイドルグループ BTS のメンバーである。本名は、ミン・ユンギ。ソロ名義は、アガスト・ディー、およびグロス。1993年3月9日、テグ校行き北区に生まれる。小学5年生の時にエピックハイに憧れて、ラップを書き始める。 13歳でミディオ学び歌詞を書き始め、17歳でスタジオでアルバイトを始めた。ソウルの芸術高校に進学を志し、クラシック音楽の作曲も勉強をする。家庭が裕福ではなかったため金銭的な問題で諦める。作業高校2年生時に公衆民主化運動を称える518から062を作曲。2010年、ビッグ。 ヒットエンターテインメントが開催したヒット IT オーディションで2位合格。18歳で親の反対を押し切りソウルに上京する。2013年、防弾少年団のメンバーとしてデビュー。芸大に行って作曲を学ぼうと思っていたが、デビューのために諦めた。2013年6月13日、防弾少年団のメンバー菅としてデビュー。2016年8月16日、 アガスト D 名義で初のソロミックステープ、アガスト D を公開。このミックステープは無料で公開され、ミュージックビデオはアメリカで最も見られた K-POP のメガボルトランキングの2016年8月のチャートで2位にランクイン。また2年後の2018年3月、ビルボードエマージングアーティストの3月3日付ランキングで46位を記録した。2017年5月、 自身がプロデュースしたスランの今日に言えばがチャート1位を獲得。12月2日メロンミュージックアワーズ2017にてスランと共にホットトレンド賞を受賞した2018年エパックハイのニューアルバムにプロデューサーとして参加した。2020年5月2作目のソロミックステープ D-2 を公開。同年11月3日から12月30日8年前にあった。 交通事故で損傷した左肩の手術を受けるため、活動を休止。12月31日に開催された、ビッグヒットラベルズの年越しライブ、2021ニュー、イヤー、エスイブライブプレゼンテッドバイウェバースより、完全復帰を遂げた。米国ビルボードのメインアルバムチャートである、ビルボード200とメインシングルチャートである、ホット100に、同時ランクインした。また、 イギリスのオフィシャルアルバムチャートトップ100では7位を記録した。身長 174cm、体重 57kg、血液型 O 型。BTS ではリードラッパーを担当しており、曲の作曲も手掛けている。ソロ名義のアガスト・リーは、自身の故郷であるテクと町の頭文字に、活動名である菅を掛け合わせてできた DT、菅を逆さにしたもの。また、 グロスはインディーズ時代のソロ名義である。BTS では作詞作曲での限界があったため、BTS では出せなかった表現を、自身のミックステープで思いを表現した。内面の感情や周りへの反発を表現した歌詞が見られる。ザウの名は、I don't give,、HT、理由は、人の目を気にして悩むことが嫌いで、そういうことを気にせずに生きたいし、今までもそう生きてきたから。 普段は口数が少なく、自ら前に出ることはあまりない。人混みが苦手で、一人をよく好む。ふれんばかりの無気力さと、年寄りのように睡眠を好み、かつ、早起きをするため、おじいちゃんと呼ばれている。基本的に何事にも無関心だが、自分の興味があるものになると話が止まらなくなる。うんちくや豆知識が好きで、よく小言を挟みメンバーたちに呆れられている。 過去に、対人恐怖症、鬱病、脅迫症を患っていた。現在は感知しており、同じような子が現れた時に力になりたいと、心理カウンセラーの資格を取る勉強をしている。音楽を始めた理由は、辛い思いをしている人の支えになってあげたかったから。あんだ、グラウンド時代は食事と交通費代を払うのも、厳しかったため、スタジオのすぐ前にある食堂で、 約200円のチャジャン麺を食べて家まで2時間の距離を歩くかしばらく歩いたところにある食堂の100円のククスを食べてバスに乗って家まで帰るかをよく悩んだというダンスはあまり得意ではなくデビュー前に歌とラップに集中するヒップホップグループとして活動する予定だった BTS がダンスパフォーマンスに重点を置いたアイドルグループへコンセプト変更したことについて パンプロデューサーからは、HTYM のようなチームで行くから、ダンスはそんなに頑張らないで、ラップを頑張ってと言われていたのに、現在の防弾少年団のダンスは、業界内で最もきついと、テレビ番組で冗談混じりにこぼしていた。得意な楽器はピアノ。楽譜を見ずに、ピアノが弾ける。最近は、ギターも練習し始め、休みの日は6時間以上練習する。小さい頃は、 プロレスファンで夢は建築設計士だった。高校時代はバスケットボール部に所属。何度も大会で優勝しており、練習生時代も毎週日曜日にはバスケをしていた。ポジションはポイントガードかシューティングガード。足が速くオフェンスよりもディフェンスが得意だった。好きな漫画はスラムダンク。熊本のご当地キャラクマモンが好きでグッズも多数所持しており、 2015年には対面を果たしている。得意料理はゴードンラムゼースタイルのステーキ。2013年、2014年、2015年、2016年、2017年。ありがとうございます。